第1回ショータイムスキンズマッチ、ワンウェイゴルフクラブに来ております。スキンズマッチということで、まあ、各ホールに設定された賞金を取り合っていくという感じの、また3匹の菅田動物園の方からいただきました。ありがとうございます。1番から1人勝ちしたら賞金をもらえるっていうシステムで、誰か2人が同じスコアだったら次のホールに持ち越して、どんどん持ち越してっていう感じで、入っちゃった。あー、イメージしか、イメージが入った。175ヤード、178、はい、左何番、バンカー左奥、バンカーの左、バンカー横、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいいってどういうこと、ちょうどよかった。距離は、距離、距離な、距離ね、高校のことは言ってない。距離はちょうどよかった。ちょっとカットしすぎ、また無駄回る、チャンス来たわ、バンカー、ショータイムチャンス、ショータ頼むよ、フォールインワン、飛べ、乗ったことは乗ったんじゃない、どういうことだったの、俺のスライスって体調の良さから来てるんだよ、うん、全スラだよ、今日一つもまっすぐ行ってないでしょ。だって調子がいいんだよ。あー、なんかちょっと逆玉アンビー&フィッチだね、なんかやばいのに入んなかったし、うん、ブッシュ、うん、ちゃんと俺の真似した。いや、紳士だね、紳士だな。ファイト2打目、うわ、弱すぎた、はい、行くよ、あー、いいよ、はい、缶の2打目、あ、来た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 、はい、チェルキの2打目、砲台でここから登ってます。さほど難しくないでしょう。ナイスーナイスー、行きます、早っ、あ、じゃあ俺行くわ、ちょっと待って、俺打てないんだけど、全然打てないんだけど、俺次のホール行きましょう。俺まだ入るから、あれ、キャリキャリプレーファースト、プレーファースト、え、だってさ、キャリキャリ、俺スリーパットしたらさ、テル君行っちゃうじゃん。じゃあスリーパットでいいっす。ダメダメ、キャリーだったら許しあげてもいいよ、キャリキャリ、いや、これむずいよ、でもスリーパットあるよ。そうだ、これツーパットのオッケーもらっとけ。でもね、この影がね、距離感を狂わすよ、これ。あと俺が後ろに立って。なんて？入る気しかしないとか言ってる。入る気しかしないとか言ってる人いるけど。それでショートとかやめてください。ね、砂ちゃんとどかした方がいいんじゃない？登ってるんだ、フック。これはね、入る。入るでしょ。うん、ショータの得意な登りのスライスだ。跳ねた。キャリーでしょ。あるな、これこれあるな、これあるな、入れるとか言ってショートしちゃってるし、これあるな、これちょっと影も邪魔になるしね、カメラマンの影は邪魔になるし、
地味に難しい。どっち切れるかわからないようなラインです。まっすぐ入れてきました。ナイス。キャリー。はい、キャリー。マライア。キャリー。マライア。いやー、面白い勝負になってきてますね。いい勝負になってきたね。いい勝負だね。14番パー5、503ヤード。ここは、ね、さっき1回使ってワンクラブチャレンジということで、ワンクラブにはね、好きなクラブ1本でこうやっていきます。そうだね、ミドルドローでいく。ミドルドロー。おー、パターン。本当にドローしてる。やばくないこれ。大丈夫大丈夫、完璧だね。完璧や。じゃあ俺3番、2番やんで。こういうところがショータイムじゃないんだ。どういうこと？ここやっぱドライバーかパターン。そうだよな。俺まず今日ティーショットドライバーかパターンしか使ってない。途中ピッチングが挟まったけど。はーい。おー、このパターンといい勝負だね。な、飛び。おー、いいね。あったあった。ワンチャン2オン狙える。うん、ちょっと待って。そういう作戦？そう。何言ってんの？俺この前パターで2オンしたから。お兄さん、ずるいよ。もう握ってるでしょ。もうダメでしょ。それだったらドライバーあったよね。え、握ドライバーいいじゃん。ドライバーしたよ。バンカー入ったら。バンカー入ったらドライバーだよ。そうだよ。だから4番で。2オンか。そういう、あ、それは考えてなかったな。それ考えでしょ。それ考えでしょね。翔太はユーティリティ。いいよ。パターンも全部これ。そうだよ。そうだよ。グリーン傷つけないで。最強じゃん。だから俺はグリーンに近づけば近づくほど輝く。そこまでの勝負だよね。グリーンに行ったら普通のクラブ。まあところがティーショット、俺すでにみんなよりアドバンテージ得てる。これはもう来たね。なんつった？え？エテルっつったんだ。アドパンテージ。カトパンみたいに言うんじゃねえよ。アドパンケーキ。アドパンケーキ。はい、ナイス。やばい、それはちょっと想定外の球打ったね。いい？いや、行かないだろ。フェアウェイ。フェアウェイ。完璧。勝負に取ってほしい。村中捨て1回も取ったことないでしょ。そうだね。最下位しか取ってない。やっぱ俺賞金より大事なものがあると思ってる。賞金より大事。ああ、全然大事やっぱり。うん、賞金より大事なことはやっぱこの可能性をね、見出すっていうのが何よりも一番大事なの。何ヤードだろうこれ。なんか200、300ぐらいありますかね。300。逆光がすごい。お、ナイスドロー。ナイス。やばい、稼ぎすぎたよねあれ。そう、100ヤードとか4番で打たなきゃいけなくなっちゃったんじゃない。あの200ヤードの杭からドローだね。200の杭からドロー、うん、お兄さん、あのつま先下がりですけど。え、気にしないで。めっちゃ上手いじゃんこれ。あれいいの？完璧だろ。抜けたの？うん、嘘でしょ。鬼フック2番やん。残り240ぐらい。オッケー。これもいいよ。だってバンカーが。バンカバンカー。あー、なるほどね。じゃあちょっと右手前からコロコロ行った方がいいかもしれない。さあ、完璧じゃんこれ。今の失敗を見てどうよ、みんなの調子は。超いい。俺も後ろだ。ユーティリティでバンカー打つとこ見たいな。あー、いいね。おー、めっちゃフック。あんな感じでいいの？
あれちょっとやりすぎだと思う。バンカーかもしれない。バンカー。みたいなバンカー。やばい。チャンス出てきた。バンカーやったら終わりだよこれ。チャンス出てきた。俺にはもう一つのロフトがあるからな。そうなんだよ。こっち90度だから。どうしよう。手前刻むか。右からコロコロ大作戦で行こう。こういう感じ。わかります？こういう感じ。ああ。ピン手前だから90ぐらいかな。やっぱバンカーの右の傾斜を使って寄せていきたいよねやっぱり。縁で。ああ。それで行きましょう。ああ。攻める。ああ攻めた方がいいよこれ。あの縁でふーって、ね。そう。ちょうどピンだからあそこ。ああ。ここのね左に曲がってる傾斜を使っていきたい。やべバンカー入る気しかしない。あ強い。マン強。いや攻めたでしょ。攻めた。だいぶ攻めた。弱かったらシューって登ってたのな。ああ。周一貫にとってゴルフとは？何も考えなくていい今日。自然に身を任せる。ゴルフは好きですか？もちろん。ただみんなのやってるゴルフってのはあんまり好きじゃん。うん。池があるから刻むとかさ、狭いから短いクラブです。それあんま良くない。やっぱレイアップによって得た高スコアって、それはもうほぼ敗北に等しい。やばい。セーフ。うまい。さあ、ショータイムゴルフ。バンカーの左脇から。何？もう一回言って。左脇から。もう一回言って。左からね、スライス傾斜を使って。これ乗るわ。うまい。あ、強いわ。ちょっと強い。2万円です。え、うまっ。え、うまっ。うまっ。2万円でこれです。カン君、2万円でこれは上手くない？うん、パターであれも上手くない？マジで上手い。いや、これは来たね。ラインが見えた。これはパターのストロークというよりダウンブローを駆使して、ダウンブローであのラフをね、巡回転で越していくしかない。行ったくさいね。うまくねこれ。え？入る？これも何打目よ。今何打目？四打目。今の4打目？パー？見れパー。バンカーじゃない？これむずいな。それ全部むずいよ。ないけどね。ナイスアウトだけど。出た。ちょっと出たけどちょっとね深く入りすぎた。カイト入れに行こうよ。入れたいでしょ。バーディーで決めようよ。ガツンと言ってよ。いや、刻んできた。刻んでないよ。ありがとう。当たってなかった。ありがとう。ちょっとさ、入れパーだから。マジ？やば。いや一気にこれワンチャンあるよ、ショートさん。俺まず入れなきゃいけないんだよこれ。やば。ちょっと待って。それユーティリティ強かったね。シビアだなこれ。やっぱグリーン周りユーティリティ強いね。強い。うん。
ナイスパー。もうこれだから。ちくしょう。俺だけボギーかよ。ナイスパー。ちょっと待って。あ、ダボだダボ。ダボ。クラブ一本でもダボだ。まあでもナイスダボ。勝ったね。セブンパッドダボ。意外とパーで来れるもんね。そうだね、バンカーさえなければ俺勝ってたね。セブンパッドのダボ。セブンパッドのダボ。やっぱパッティングが俺のネックだ。15番パー4、339ヤード。うまっ、激うまだよ。おお、超えたよ。素晴らしい。なんかテルク最近距離がね伸びてきちゃってるね。まずいね、ちょっと危機感が。危機感覚えてる。ああ、危機感があるわ。気をつけた方がいいよ、ほんと。2020年あるよ。まあ2020年はでも俺の年だから。カイトまだダメ。おー、いいね。ナイス。素晴らしい、ね、グリーン手前元。あ、言うて。あ、そう。大丈夫、軍事バランス。でもやると軍事バランス崩れんだよな。どういたの。おお、乗ったわ。マジで。まあまあソフトに振ったけど。これって乗る方なの。340。ちょい右。早く言ってあるけどね。ああ大丈夫。あ、乗ったわ。乗った。乗ってはいない。感覚おかしくなってきてる、この人。乗ったボールがコース内に落ちたけど乗ったわ。だから頭おかしい。いや、アミキスぶっ飛んでても俺のやつはワンチャンフェアウェイだから。俺こんな曲がってもフェアウェイいるじゃん。頭おかしくなってきて。何度。60度。40ヤードぐらいかな。あ、スピン。またディポットだった。すんごいスピン。あ、そうなの。うん。67。5人。お、いいんじゃないこれ、ライン出てるよ。あ、いいか。カンの2打目。マントビだわ。さあ、これを決めてバーディー取ってほしい。バーディーじゃないこれは。いや、ナイスバーディー。うまい。ついに缶賞金を取るのか。20ヤード。ちょっと抜けた。来たな。でも俺これ入っちゃうからな。テルキが3打目。テルキああいうのたまに入れるかな。バーディートライ。フックマークがかっこいい。ナイスバーディーが、あーちょっと弱いな。OK。 ちょっと待って、テープ打つのが早い。ナイス。うん、惜しい。あー、ちょっと悪いな。俺がもらったわ。ついに。うわ、ついにチャンスや。ついにチャンスきた。もうラインも読めてるしな。またとないチャンスが。オーバーだけはしてよ。あ、オーバーだけはするわ。ボギーだったらもう終わる感じ。
あオーバーだけは下だろ。ボギーは悪そうだよ。ボギーハイキャリー。はい、キャリー。3万2000円次のホール。やばいね、でかい。だんだんでかくなってきた。今回スポンサーをしていただきました3匹の菅田動物園様、2回目のスポンサーありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。